高梨博人氏は、千葉県茂原市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズ所属。野球を始めたのは、小学2年生の時。内野手だった、中学生時代には、公式戦で安打を一本しか放てなかった影響で、下級生に、レギュラーの座を奪われかけた時期があった。千葉県立土家高等学校への進学直後には、友人からの誘いで、 サッカーへの挑戦を考えたものの結局野球部へ入部。一年次の夏までは三塁手だったが監督の勧めで一年次の秋から投手へ転向した。投手転向の直後は時速1 2 2トルだったストレートの最高球速が3年時には時速1 4 2トルを計測。在学中は全国大会へ出場できなかったが3年夏に 自身の投球を見た高橋十三からの誘いで、当時高橋が公式野球部の監督を務めていた山梨学院大学へ進学した。大学時代にはヤクルトスワローズの投手だった伊藤明コーチや高橋の指導によって関古進学生野球のリーグ戦で活躍。3年時の春季リーグ戦には読売ジャイアンツとの練習試合への登板中に 右ヒーちの違和感を訴えたことから大事を取って登板しなかった。3年時の周期リーグで実戦に復帰すると延長15回にまで及んだ平成国際大学との初戦に先発で168球を投げて関東勝利を達成。この勝利を皮切りに5勝1敗という成績でベストナイン最多勝利最優秀防御率のタイトルを手にした。リーグ戦では 通算26勝を記録するとともに、ベストナインと最多勝利を2度ずつ獲得。練習試合で主力打者を完璧に抑えたことを機に、NPB 球団のスカウトから注目されるようになった。大学時代の1年後輩に田中貴成がいる。2013年のドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから4巡目で指名。契約金4000万円。 年俸780万円という条件で入団した。担当スカウトは河野真一で、背番号は39。2014年はイースタンリーグ公式戦17試合に登板し、1勝8敗、1セーブ、防御率4.90で一軍公式戦上の登板機会がなく、推定年俸760万円で契約公開する。2015年は5月3日の対、 千葉ロッテマリーンズ戦で先発投手として1軍にデビューした。しかし、3回1、3を投げて4失点を喫した末に敗戦投手になった。2016年は、救援要因として初めての開幕1軍入りを果たすと、5月までの1、軍公式戦23試合の救援登板で2勝2敗、1ホールドを記録した。六月八日の対広島東洋カップ戦からは、先発に、 再び転校。この試合で一軍での先発初勝利を挙げる。先発への転校後は、8月13日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍初の関東勝利を、完封で挙げるなど、14試合の当番ながら8勝無敗という、好成績で、レギュラーシーズンを終え、10勝2敗1ホールド、防御率2.38を記録。ポストシーズンでは、福岡ソフトバンクホークスとの、 クライマックスシリーズ第4戦及び、広島との日本シリーズ第4戦で先発を任された。新人王の受賞資格を有するパリーグの投手ではただ一人、レギュラーシーズンで二桁勝利を挙げたことなどが高く評価されたため、日本シリーズの終了後には、パリーグの新人王に選ばれた。NPB の新人王を入団1年目以外の有資格者が受賞した事例は、2010年の榊木原。 両以来5年ぶり12人目。入団3年目以上の有資格者が受賞した事例は2002年の正代月以来14年ぶり5人目であった。ただし、高校以外のアマチュア球界から NPB の球団へ新たに入った選手が有資格者として入団3年目で受賞した事例は史上初めてである。2017年は先発登板した4月11日の対、 ソフトバンク戦で敗戦投手になり、前年途中から続いていたレギュラーシーズンにおける自身の連勝が10で止まったものの、5月2日の対ロッテ戦で自身2度目の1軍公式戦完封勝利を挙げた。聖波交流戦明けから調子を落とし、オールスター前に2軍落ちとなる。8月23日のオリックス戦で1ヶ月半ぶりに1軍復帰し、4勝目を挙げ、 そこから4連勝でシーズンを終える。2018年は、開幕から、先発ローテーションに入り前半戦5勝5敗ながら、ローテーションを守っていたが、試合序盤に失点しまう不安定な投球が目立ち、8月、登板した2試合では立て続けに、大量失点してしまったために2軍落ち。シーズンでは十八試合に登板し、五勝七敗、防御率点五零で、非本類打は。 リーグワーストの21本を記録。契約公開でも、現状維持の3600万円でサインし、不安定なシーズン内容に巻き返しを誓っていた。そのわずか6日後の12月11日、秋吉良、谷内良太との2対2での交換トレードにより、大田健吾と共に東京ヤクルトスワローズへの移籍が発表された。2019年は、先発投手として期待され、 開幕3戦目の対阪神タイガース戦に先発登板し見事遺跡初先発初勝利を飾った。その後に連敗したものの4月28日の対広島カープ5回戦で本拠地初勝利を記録する。その後は安定せずコントロールなどにも苦しみ防御率は6点台にまで膨れ上がった。2020年は開幕からローテーションに入り18試合に登板。 防御率は4.12と前年より改善されたが勝ち星は3勝にとどまった。大学ではピッチングを基本から学ぶ。その結果、ストレートは140キロ台中盤に達し、縦に大きく割れるカーブとのコンビネーションでリーグ戦通算26勝をマークするまでに成長した。その他切れのあるフォークボールやスライダーを投じる。プロ入り後の最速は、 時速1 5 1トル。相性はナッシー。ありがとうございます。